自己披露、むっつり。サーディーカップ YouTube、デコです。今回は未公開画像ということで、いろいろな事情で撮影はしたものの、アップしていなかった動画をお届けします。この撮影を行ったのは4月末です。現在とかなり状況が異なりますので、ご了承ください。今回の動画は、MRT のフアランポン駅からスタートします。まず、フアランポン駅を降りて、一番出口を目指します。一番出口を出ると、道の向こう側に、国鉄フアランポン駅が見えます。フアランポン駅は110年以上もの歴史を持つタイ国鉄の駅です。僕もフアランポン駅とつい呼んでいますが、正式なこの駅の名称はクルンテープ駅ということです。ただ、この辺りではめぼしいマッサージ店なさそうなので、少し歩いて目的まで行きたいと思います。では行ってみよう。フアランポン駅から10分ほど歩いてシープレヤー通りという通りにやってきました。ここはジャルンクルン通りと交差する通りとなっています。こちらがタイ最古の道と言われているジャルンクルン通りです。実はこのシープライア通り、隠れたマッサージ通りスポットでもあります。今回僕が歩いたルートはこんな感じ。リバーサイドあり、古い街並みあり、楽しい散歩でした。概要欄には行ったお店の詳細などを書いておりますので、こちらもチェックしてみてください。マッサージ通りの紹介は後に回すとして、まずはこの辺りをうろうろしてみました。マッサージ通りを抜けたところに、リバーサイドゾーンがあります。ここには、ショッピングモールやホテルが並んでいます。リバーシティというショッピングモールになります。そしてこちら、オーキッドシェラトンホテルになります。ただ、オーキッドシェラトンホテルは、現在コロナ禍の影響で臨時休業中です。左手に見える建物はハウスナンバーワンというどうやら少し歴史のある建物のようです。現在はカフェなどのイベントスペースとして使われています。ここのお店なんでしょうね。黒い彫刻がたくさん飾られています。鹿や象、いろいろな動物がいます。ジャルンクルン通りが見えてきました。そして、ジャルンクルン通り沿いにも何軒かマッサージ店はあります。こちらがまず1軒目のマッサージ店です。マジックハンズという響きに心惹かれますが、ここは一旦保留にして、お店探し、散歩を続けようと思います。
こちらにももう一軒マッサージ店があります。ただここは美容室とマッサージ店が一緒になっているタイプのお店です。次に僕の歩いたルートはこちら。リバーシティにやってきました。リバーシティといえば、通常であればランチクルーズやディナークルーズのクルーズ船の待ち合わせ場所になっているため、観光客でごった返しているはずなんですが、現在は観光客の方がいらっしゃらないので、こんな感じです。僕がこの撮影をした7月末頃、向かいのアイコンサイアムに渡るためのボートはまだ走っていました。現在はショッピングモールが閉店しているので走っているかどうかはわかりません。こちらはリバーシティの館内になります。コインロッカーも併設されています。ただ、本当に観光客の方がいないので、非常にがらんとしています。リバーシティを出てまた散歩に戻ります。ちょっと気になるお店を見つけました。タイバスフードツアーというバスに乗りながらバンコクの名所を巡って、かつミシュランの星付きのお店の料理をバスの中で味わえるというなかなか欲張りな乗り物です。今見えているのがどうやらバスのようです。僕が肉眼で見る限り綺麗なお姉さんがこのバスには乗っています。もう少しコロナが落ち着き、店内飲食などができるようになったら、このバスも復活すると思いますので、その時はぜひ乗ってみたいと思います。この辺りの街並みも多分古い建物がそのまま残っていて、散歩していて飽きません。
この小さな小道も、両脇に素敵な造りの建物が立ち並んでいます。バンコクは地震もありませんので、昔ながらの建物がきれいに残せているのかもしれませんね。さて、またジャルンクルン通りに戻ってきました。今見えているこちらの看板のマッサージ店。ここは普通のタイマッサージのお店ではなく、どうやら足つぼのマッサージのお店のようです。こちらは意外と有名店なようなので、いずれ足つぼマッサージにチャレンジしに来てみたいと思います。さて、ここからがいよいよ本番、シープライヤー通りのマッサージ通りを歩きます。前方に早速マッサージ店が見えているのですが、ちょっと気になることに、セラピストさんが昼間からお酒を飲んでいます。エロス目的で入るとすればこういったところがいいのかもしれませんが、ちょっと入る気にはなれませんでした。道路の向かい側にも何軒かマッサージ店があります。マッサージ店はそれぞれ別店舗なんですが、3軒並んでいます。それからセブンイレブンの隣にもう一軒。しこひろ、むっつり。そしてもう一軒。僕が今回チャレンジしようとしているお店です。早速、行ってみましょう。残念ながら携帯の調子が悪く、店内の撮影できていません。デコヒロしょんぼり。はい、今回残念ながら焦点ならずでした。僕のお店の外から見た感じ、かなりいけるんじゃないかなと思って期待してお店に入ったんですが、残念ながら何もありませんでした。今年に入って特に思うのですが、マッサージ店にいるセラピストさんが普段は非常に少ないです。僕が入店した当時も、セラピストさんがたったの一人しかおらず、マッサージはできるんだろうか、店の戸締まりどうするんだろうという気持ちになりました。結局、後から僕の担当の方以外のセラピストさんがやってきたようなんですが、非常に店内で大声で喋っていたため、すっかり僕を集中力を失ってしまいました。ただ、マッサージは過去一で上手な方で、チップも多く弾んでしまいました。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあまたね。